黒木なぎさの夜のまどろみ、大人のための読み聞かせ。機械面接。失礼します。93番吉村タスクと申します。よろしくお願いいたします。あ、すいません。あ、こちら、はい、かけさせていただきます。失礼します。あ、こちら履歴書です。はい、はい、どうぞお願いします。はい、はい、はい。あ、そうですね、最終学歴は一応大学を卒業しておりまして、あ、文系です。はい、教育とかそっちの方面の大学ですね。はい。で、そのまま新卒で教員になりまして、あ、小学校の先生です。はい。転勤とかもありましたけど、一応ずっと教員として先日までは働いていました。え？あ、クラブ活動ですか？あ、ありますよ、あります、あります。囲碁将棋部の顧問をやらせていただいてました。そうなんですよ。顧問といったっても囲碁とか将棋はですね、人工知能に勝てなくなってきてますから、はい、生徒たちもパソコンの対戦で鍛えるもんですから、まあなんというか後ろで見守ってるだけというか、まあそういう形でしたね。はいはい。同じように授業の方も私の出番はあんまりなくなってしまいまして、もう今や授業もタブレットで済みますし、質問も私に聞くより検索した方が早いですから、はい、今の子たちはもうすごいですよ。もう使いこなしてますもんね。まあそれで教員をちょっと辞めてしまいまして、具体的な理由って言ったら、その自分の価値がわからなくなってしまったっていうか、まあ、学校の先生っていうものに対してもオワコンなのかなっていう気がしちゃってですね。志望動機ですか？やっぱり御社の経営理念に共感いたしまして、よくコマーシャルでもおっしゃってるじゃないですか。はい、御社の、機械と機械、いい機械っていうやつ。あれ聞いて、うわー、いいなーと思って、もうその通りだなーと思いまして。もうほら、これだけ AI やコンピューターが活躍してる世界ですからね、意地になって人間的な仕事にしがみついとっても意味がないと思うんですよ。うん。まあ中には機械化にまだ抵抗のある人間もいるとは思うんですけど、まあ私は御社の考え方に心から共感してます。え、あ、希望の部署ですか？あ、第一希望はパーツベーターです。理由はやっぱり徹底的にパーツになれるっていうところですかね。もちろん几帳面さには自信があるので、製品のチェックとかもやれます。あとは重いもの運んだり梱包したりもできますね。はい。え、あ、チェックミスですか？あ、はい、自分なりに頑張って何度もチェックさせてもらおうかなと。あ、いやいやいや、ミスしないためにやっぱり二重チェックとか三重チェックとかが大事なのかなと思いまして、はあ、はあ、ああ、できる限り正確にやらせてもらおうとは思ってるんですけど、まあ確かにですね、うん、確かに人間ですから、それはどんなに気をつけていても間違いが起きるっていう可能性はゼロじゃないというかね。言い切れはないんですよ。言い切れはしないんです。ミスがないとは。はい。力仕事の方ですか？あ、そっちは自信がありますね。うん。教員時代も立ち仕事だったんです。え、体ですか？え、肉体？いや、普通の体っていうか、あ、鉄ではないです。あ、金属の部分は全くないというか、一応骨とかは硬いとは思うんですけど、骨は脆いに入ると。はい。すいません、一つ質問いいですか？すいません、他の希望者の方ってその金属化っていうか、その鉄でできてるっていうことですか？人間の方もいらっしゃいますよね。あー、はいはい、改造してらっしゃると。あ、前職がね、すでに同じ分野のお仕事だったりするわけですか。はー、
気合が違うんだやっぱり。あすいません、なんか軟弱な肉体のまま来ちゃってごめんなさい。あの私もあのあれです、もう御社に採用していただいた暁にはあの右腕だけでも鉄に取り替えます。右腕だけでも、だってそちらの方がいいんですよね、昇給とかにも影響しますもんね。うん、いや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 、もう それでしたらもう上半身全部いってもいいと思います。はい、もう全部ガツッといっちゃって、あの退職金も残ってますし、まあ、できるだけ頑丈にあの機械化してもらってから働くっていうか、いやもうだってあれですもん、この部屋に入ってからもうずっと面接官の皆さんかっこいいなと思ってますよ。もう皆さん真四角で、もうほらきっちり真四角じゃないですか。シルバーなところもすごい無機質でいいなと思ってます。そのほら僕なんかほらこの曖昧な色ですから柔らかいし、うん、関節なんかはねほら腕の関節なんかは一応機械っぽいのかなとは思うんですよ。あの視点力点作用点みたいな感じで。でも皆さんはもうそういうのは超越してらっしゃるっていうことですもんね。うんうん、もっとなんか高度なシステムとかプログラムとかでまあ動いてらっしゃるというか、もういろいろもう計算で分かってらっしゃるんでしょ。もしかしてこの履歴書とかもいらなかったんじゃないですか。だってほら紙なんかに書いて持ってこなくてもほら皆さん調べればすぐダーッと出てくるんでしょ。あーねー、あーすごいな、なんかかえって恥ずかしいことしたな履歴書。やだな、なんか見透かされてるみたいで怖いですね。僕も早く機械になりたいなーなんつって、あのあこういうことを考えてることも全部計算で出てくるんですか。え落ち着いて、あごめんなさい、僕喋りすぎましたよね。皆さん無駄なこと一切話されないんで、なんかすごく緊張しちゃったっていうかあのえあ笑うこととかも無駄かなって思います、思われます。あん本能的なもんだから仕方ない、いやすいません、そうですよね、その敵じゃないですよということなんですけども、あのだってほら皆さんの方はもう表情とか必要ないですもんね。あの喧嘩もなさらないだろうし、いいなぁ、本当にいいなぁ。もう僕あれなんですよね、あの人間に疲れちゃってるのかもしんないな、なんかいっそ人間やめて機械になれたらいいなって毎晩思うんですよ。あのもう本当にお願いします、採用してもらえませんかね。もうパーツベーターになりたくてなりたくて、もう本当に一生パーツでいいんですよ。お願いします、人間やめさせてください。夜のまどろみをお聞きの皆さん、聞いてくださり本当にありがとうございます。黒木なぎさはこの秋全国ワンマンツアーを行います。ツアータイトルは危機開会、器にまつわるお話のツアーです。9月14日大阪クラブクアトロ、9月15日名古屋クラブクアトロ、9月30日福岡ドラムロゴス、10月11日 KT ゼップ横浜にて開催されます。奇妙に繰り返される器の世界観を楽しみに会いに来てください。ステージでお待ちしています。